皆さん、こんにちは。伊藤海人です。えー、今日はですね、新しい漫画を買ったんです、そちらをご紹介したいと思います。えー、今回買ったのはこちらです。じゃじゃーん。はい。えー、こちらの漫画ですね。えー、これはですね、えー、ボンボン TV のドラマ、最後の願い事というね、あのドラマが以前、このボンボン TV のチャンネルの方でアップされたんですけれども、えー、そのドラマのその後を書き下ろした漫画ですかね。えー、こちらを買ってきました。 いや、それにしてもね、この描写めちゃくちゃ美しくないですかまず一応、あの、順番に紹介していくと、まず、え真ん中にえ描かれているのが、なっちゃんですね。で、そして、え隣、メガネをかけた、この、これがえ、えっちゃんで、で、その上が、りっちゃんですかね。で、えー、ここえ、左上にいるのが、 えー、ボナールチャンネルのユウヤさんが、えー、描かれています。あの、間違ってたらすいません。っていうような感じで、あの、一人一人のね、描写がこんなにも美しく表現されていて、すごくいいですね。で、えー、そしてその下、えー、チャンネル登録者数180万人超えということで、やっぱりね、それだけの、あの、ファンがいるっていうことですごくね、羨ましいです。で、あの、僕自身も今、 あの、YouTube をね、たくさん投稿してるんですけれども、まだね、あのー、全然伸びてない状況です。で、今ね、78人なんですけれども、まあ、ちょっと前まで、あの、80人だったんですけれども、今ね、あの、2人減っちゃったんですけれども、まあ、あの、これからね、いろんな動画を出していって、あのー、またね、あの、チャンネル登録者数を増やしていけたらなと思います。ですので、この動画を、あの、見ている人で、 まだあの僕のチャンネルをね登録してない方いらっしゃればぜひ登録していただけると嬉しいです。で、そして、えー、こちら、えー、大人気ドラマが漫画になったということで、あのー、まあ、最後の願い事というね、ドラマ、あの、実際に見たっていう方多いんではないでしょうか。あの、またね、あの映画館の方でもこのドラマが上映されたっていうことで、あの、どれだけいらっしゃいますかね。 僕はあのドラマーの方であの見たんですけれどもあのすごくね感動しましたねあのまぁ一人一人の演技がすごくて本当に見入っちゃいましたねすごくねあの良かったですですのでなんかまた次回ねあのこういったあのドラマがあったらまた見たいなって思いましたでえ、ここにはですねボンボン TV のメンバーの皆さんがいますねで一応順番に紹介だけしておきますと まず、え、こちらがですね、え、なるですね。そして、え、こちらがりっちゃんですね。で、そして、え、こちらがよっちですね。で、そして、え、こちらがえっちゃんですね。で、ここに、あの、描かれているのがね、えっちゃんです。で、そして、え、こちらがなっちゃんですね。で、この、え、画面中央に描かれているのがなっちゃんですね。 で、そして、え、こちらが、イッチですね。で、このイッチとなるで、いつも、あの、動画を出しているんですけれども、あの、僕ね、あの、イチナルの動画で一番好きな動画がありまして、それが、あの、グーナルっていう動画があるんですけれども、これがね、一番面白くて、あの、またね、いつ、あの、グーナルの動画が出るのか、すごく楽しみですね。で、あの、えっちゃんなんですけれども、まあ、あの、ボンボン TV のね、 あの、メンバーの皆さんで、あの、出ているのはもちろんなんですけれども、あの、個人チャンネルの方でも、あの、いろんな動画を出しているんですね。ま、例えば、あの、トリックアート系の動画だったりとか、あとメイク動画だったりとか、本当にね、あの、トリックアートめちゃくちゃすごいんですよね。あの、もしね、あの、まだ見たことがない人いれば、ぜひね、ご覧になってください。すごくね、あの、いいメンバーで、あの、動画を出してるなって思いました。 で、一応こちらの値段の方なんですけれども、定価680円で手に入ります。ですので、まだね、ゲットしてない方いればぜひね、お近くの書店、もしくは、えー、ブレッジバンガードかなでも手に入ると思いますので、ぜひね、見つけた際はゲットしてみてください。